よっしゃトカゲ大量に捕めるぞ。なんかもう急いでみてください入り口やけど。あーそこいそうやな。え？おるんじゃね？てかトンボとかが来る。てかもうここ座ってるだけで捕まえられそう。ここら辺におんねん大量に。おっといっぱいある。コオロギもおるわ。捕まえて。ちゃんと。これ。ほら捕まえた。あ逃げて。あれコオロギ捕まえといて。そう捕まえて。あほらおるかし。兄ちゃん網持ったわ。あトカゲおったおった。でっかい。あ交尾してるそれ。少量捕まえた。コオロギ。虫かごいるや。トカゲおったわ。おっと。タク見て捕まえた。捕まえた。ほら捕まえた。虫かご、でかいので。開けて。ウェーイ、捕まえました。ちっちゃ。捕まえました。はい、ありがとうございます。やばい。1、2、3、4、5。レンちゃん、かわいい。ちっちゃ。レンちゃん持ったらどれぐらいのサイズなんですか。レンちゃん、こうやってレンちゃん持ってもそれサイズやもんな。パーして。ちっちゃー。めっちゃ可愛いな。可愛すぎる。とりあえず途中経過です。結構捕まえました。1、2、3、4、5、6、7。7匹。いやーなんか前来た時よりちょっと数が減ってるな。もっとうじゃうじゃおってんけどな。まあそれでもめっちゃいます。いやもうちょっと捕獲頑張ります。こういうのを仕掛けっぱなし良くないですね。空やからな。やばいな、釘打ちつけてこいつ。これちょっとやばいな。7節。でっか。なんか雲みたいな。ああ大丈夫。いくよ。ぴょん。擬態してる。こいつ。この子。ほら。七節。ほんまや。すーごい。わからんな、踏みそうになったもん。七節やな。ここ。棒かなんかない？これ、この棒みたいな。触ってみる？ほら。気持ち悪い。でっかいよな。擬態能力すごいよな。触覚が。気持ち悪い。ツンツンしや。ちょっと。行くで。飛んできたらどうしよう。軽くでいいよ。ツン。うわあ、羽広げた。後
威嚇行為や、すげえ。はい、捕まえたこいつや。イエーイ少量終わった。バカでかいこれ、やば。行くよ行くよ、やだやだ、行くよ行くよ、やだやだやめてバカ。すごいすごい、ほうほうほう、すごい飛ぶすごい飛ぶ、飛べ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 、やばー、すげえでかいな、こいつ。デザインがすごい綺麗。うん、こいつデザイン綺麗。そうそう、柄がすごい綺麗。柄が。もうおもちゃみたいもんな。すーごい。大きさが、手のひら、手のひらサイズ。いいな、10センチぐらいかな。でっかい。かわいいわ。皆さんご覧ください、ドアップの少量バッタ。マスクが苦しい。さあ飛べ、さあ飛ぶがいい、飛べ飛べ。春が彼方へ飛んでいったのであった。虫の殻やね、死んだよね。めっちゃ綺麗やのにな、この虫はな。そうそう、死んでも綺麗な色を維持できるの、すごいよね。羽だけじゃん、退職しないの。そうそう、標本としてね、すげえ。あれみたい、優秀な生き物なんだ。そう、これで釣りしてみる一回。タマムシの殻で釣りしてみた。すごい綺麗な鮮やかな色をしてる、すごいやろ。持って帰る、どうぞ。なんで俺なんの。プレゼントいたします。これ羽やから、羽やから、羽の部分。ベビーやな、超ベビーやな、超かわいいなこいつ。めっちゃくるやん。ツンツンってしまう、ツンツン、優しく優しく、ツンツン、よしよしよし、かわいいやろ。ちっちゃい、ちっちゃいです。ちっちゃい。よし、うわ、変な虫おる。食べてますね。よいしょ、ノルマ達成、10匹ゲットです。あと、いや、だいぶ疲れた、大変やったなこいつ。今回ちょっと大変やったな。よっしゃー、すごいわ、かわいすぎ。赤ちゃんばっかやな。そうやね、ここ赤ちゃんスポットやね。もうちょっと上に行ったら成虫が大量におるぞ。よっしゃー、すごいですか。暴れてる、暴れてる。尻尾がすごいな、リアル。リアルっていうか、もう本物やから。そうやけど、すごい器用に動かすね。この子はいいよ。おー11匹。なあ、11匹やな。めっちゃ捕まえたな。俺が思うでっかいやつはこっちや。ただただ、まだまだおる、マジで。やばいぐらいおる。いや、このね、ボロボロの木の上でな。カナヘビを見てる感じがいいよね。触ってみる。優しくな、尻尾触った感じ。尻尾ちぎれるから。カナヘビ。めっちゃ。逃げる？まだ慣れてないからね。おお、つまむな。おお、落とすな落とすな。優しく優しく。手のひら、手のひら出して。そうそう。下下下下下。そう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 。かわいい。かわいい。シップ生えかけやん。レンちゃんもシャワー出して。レンちゃんは潰しちゃうから。優しくやで、ほんまに。頭撫で撫でて、ストレス溜まるから。あかんかんかん、レンちゃん持ったらあかん、持ったらあかん。撫で撫でて。そうそう、あーもうやめとこやめとこ、かわいそうからね。ちょっと乗せてーつって、手のカゴの中でやで。かわいいなー。あ、待った待った待った、逃げる逃げる。こっち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 、そうそうそう。はい、ストップストップ。はい、おしまいおしまい。逃がしたらダメやで。うん。おお。シャバだよね。嬉しい嬉しい。レンカ嬉しい。うん、シャバだよね、レンカ。なあ、触れたな。いお家のやつおるやん。うん。懐いてんもんな。めっちゃ。うん、めっちゃ懐いてんの。鼻蛇はね、こんな風に。黒と怖いってやったっけ。触ってたら懐く、マジで。触りすぎたら、ちょっとしんどいかもしれんから、10分ぐらい。ストレスストレス。そう、10分も触らんぐらいがいいかな。はい、逃がしてあげて。はい、おしまい。めっちゃおし。いや、いい子やな。よし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 。オッケーオッケーオッケー。
来た。カエルカエル。こいつまあまあでかいな。おーおーおお。うわでかいでかい。どこ行ったどこ行った。どっちどっち。ああおっと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 。カエルカエル。こいつめっちゃ速い。でかい。うわー飛んでいった。あかん。早い。おそらく。うわーやば。めっちゃでっかいムカデ。ビビったー。ビビったー。ムカデムカデ。ほら。ほら。向こう行った。でっか。あいつでっか。やばー。いやムカデ好きな人は捕まえんねやろな。カタツムリ。でかいなこいつ。こいつもまあまあでかいな。やっぱあいつめっちゃでかい。いやこいつはちょっと無理やな。多分めっちゃでかいわあいつは。あいつはバカでかい。捕まえないな。オオカマキリ。こいつはオスやね。細い。お腹が細い。いや。オス。みんな怖がりすぎ。怖がってる。そんな怖くないってこいつ。怖いよ。今回ただな、オオカマキのオスはね、飛べんねん。ほら、飛べんねん。やだ、こんな感じ。青春やろって羽生えてくる。ほら、めっちゃ飛んだ。すごい。持って帰るん、それ。こいつは持って帰ります。届けます。いや、嬉しいな、オオカマ。はよ、入れや、もう。メスも欲しいな。はよ。あ、入れる。いや、さっきの、うわ。静かにして。最終結果発表がこちらです。合計で11匹。イエーイ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11匹ね。やったね。いや かわいい。かわいくない？かわいいよ。カマキリはかっこいいな。イエーイ。ちっちゃくねこれ。この子ちっちゃすぎなこれ。大丈夫生きてる？生きてるわ。生きてるな。めっちゃちっちゃないそれ。食ってないやん。この子はやばいな。ちっちゃすぎるな。この子ね。そうそれ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 。ピンセットよりかはめっちゃちっちゃいわ。ピンセットよりちっちゃい。アリクエンってこいつ。ああ。アリぐらいのサイズやん。はい、今回は自節してる子もいなくてとてもいい個体ばっか取れたと思います。一番ちっちゃいのどれ？先生こいつだ。え、あ、ほんまやそいつやな。ちっちゃいけどめっちゃ元気。かわいいな。一番大きいのどれ？これ取れる。この子じゃなくて、その子。あ、それでかいな。いいね。オッケー。おしまい。